でしょ。だからそういう、だから長島にちょっといい朗報があるのよ。あ、何ですか、教えてください。これはまあ、あの志村けんネットで、はい、運転手兼付き人募集対象は高卒以上あります。転職じゃないですか。高卒以上。いや、高卒以上ですけど、普通運転免許はい持ってますね。会社で各地を回るのでペーパードライバーの方は厳しいと思いますの注意書き。ペーパードライバーですか。はい、ペーパーではないですね。ないですね。まあ、昔に乗ってましたから、うんうん、はい、うん。勤務時間は志村さんのスケジュールにより異なる、うん、実働は7時間、うん、これいけますね。いけます、はい、うん、まあ、よくわかんないですよね俺。給与、うん、月給20万以上。なるほど。おー、どうですか。いや、どうなんでしょうね。まあまあ、でも生活は安定しますよね、これだけ。ですね、まあ間違いなくそうでしょうね。やめなきゃいけないんですよね。やめなきゃいけないですね。まあでも志村さんのスケジュール空いた時に普通の仕事すれば。これ志村さんの結構忙しいんじゃないですか、やっぱり。それは忙しい、お忙しいですよね。まあ大御所ですから、そんな、もう毎日バンバンみたいな感じではないと、余裕はあると思いますね。ああ、なるほど、なるほど。休日休暇。はい。月7日。月なのか。かっこ志村のスケジュールにより変動あり。これ曖昧ですね、これ。これ、超忙しい時はそう思いかない。ですよね。ことがあるかもしんない。うん。で、応募締め切り22日の消印有効。あまり余裕あるんだな。ありますよ。だから多分志村さん乗ってる車はロールスロイスですからね。そんな横に広いんですか。横も広いです。縦も長いですよ。そうです。多分ファントムでしょ。ファントム。ロールスロイスのファントムってやつでしょ。なるほど。手強いですね。いや、相当厳しいと思いますよ。でもまあ、でもこれ、ちょうどほら長島さん時間があるんなら、ちょうどこれどう、募集応募だけしてみるってのはどう。応募ラッキー、はい、応募だけしてみて、応募だけ、はい、まあ多分きっと面接があるだろうから、うん、ありますね、面接まで行って、その面接の模様だけ教えてくれ怒られるでしょ。怒られるから。